はい、本日はですね、2020年上半期買ってよかったものベスト10を紹介していきたいなというふうに思います。でですね、今回10点紹介しようと思って、まあ、何があるかなっていろいろ見てたんですけど、10個出せんくて 9個やったんで、ベスト9というところで紹介していきたいなと思います。なんでまあこの動画を撮ろうかと思ったかっていうとですね、まあ僕結構 YouTuber、 結構ガジェット系の YouTuber の方よく見るんですけど、パッて見てたら結構皆さんやってたんで、あ、俺もやろうと思ってまあやりだしたんですけども、まあ、これに関してはですね、レビュー動画ではないので、もう僕の個人的な趣味とか個人的な好きな感情とかもその辺がもうもろに反映されてますので、ちょっとまたいつものレビュー動画とは違った形で本当に使ってよかったものを紹介していきたいなというふうに思います。では早速2020年上半期使ってよかったものベスト9、そちらがですね、このアークテリクスのアロー22ということになってます。でこれはですね、最近結構動画で紹介したばっかりなんで、動画的には多分7月ぐらいに紹介はしてるんですけど、もう物自体は6月ぐらいからあって、もう撮影も6月に終わってたんで、一応まあ上半期といえばギリギリ上半期なんでランクインしたっていうことになってるんですけど、まあ、僕は今リュックが部屋に3つぐらいあるんですけど、その中でこれが1軍で一番よく使うような形になってて、まあ、最初はまあレビューするために買うかぐらいの感覚やったんですけど、実際使ってみたらやっぱめちゃくちゃいいなと思って、まあ、どんな時がいいかっていうと、僕やっぱ自転車によく乗るんですよね。でその時にこの形状が綺麗に体に沿ってくれる、この背中のところの形状が綺麗に体にこうやって沿ってくれるので、背負い心地がめちゃくちゃいいし、あとなおかつその自転車乗ってる時にいきなり例えば小雨とか降るじゃないですか。でもここはもう防水の生地を使ってて、ちゃんと止水ジップも使ってるので、多少雨降ってきても全然怖くないんですよね。だから日常的に使うってなった時とかでも、そんなに不満がないというか、まあ、そういったカバンになってるので、まあ、その辺も良かったかなと思うんですけど、僕このレビュー動画出した時にですね、結構人と被るのが嫌なんですっていう方もいらっしゃったんですけど、まあ、僕の精神はですね、いつも言ってるんですけども、そんなに他人は自分のことを見てないっていう風に思ってますので、まあ、自分の好きなものを背負ったらいいんじゃないかなという風に思って、まあ、これは今一軍でもう絶賛活躍中という形のカバンになっているので第9位ということになっております。では次第8位というのはですね、人感センサーのライトということになってます。今ちょっと手元にはないんですけども、洗面台とあとトイレっていうのを僕らはですね、人感センサーのライトにしてて、まあ、人感センサーのライトって何やねんって感じなんですけど、それはですね、いちいちこうポチポチってこう手でスイッチつけるのもいいんですけど、もう常にオンの状態にしてて、あとは人が来たら自動的に察知してライトがついてくれたり、あと人がおらんくなったら勝手に消えてくれたりっていう作業があって、作業じゃないわ、消えてくれるっていうことになってるので、そのちょっとした手間なんですけど、まあ、それがなくなったっていうのが結構嬉しくて、まあ、最近それこそなんか手のウイルスとか菌除菌しやなあかんとか結構多いじゃないですか。って考えたら、外から帰ってきた時に真っ先に洗面台って向かうと思うんですけど、その時にいちいち電気をパチパチせんでよくて、我が家はこの今の部屋から一歩外に出たら手を使わなくて全部全てのライトがつくような状態にしてるので、しっかり境界線ができてるというか、部屋の中にいてる時の状態と外から帰ってきた時までに全部除菌ができるような状態にしてるので、いちいち外から帰ってきた汚い手でスイッチを押したりとかする必要がないので、まあ、これは結構良かったかなというふうに思ってるんですが、まあ、8位になった理由としてはですね、これ慣れるのにちょっと時間かかったんですよね。だから人感センサーのライトってもちろん便利なんですけど、今までの習慣があるので、どうしても手を洗ったらパチンってライト消して出ちゃって、で次入ってきたら、あれ電気つかへんな人感センサーやのにと思ったら、ようよう考えたら主電源というか元の電源切っちゃってるって、夫婦お互いよくしてて、あとはトイレとかもそうで、トイレも人感センサーなんですけど、トイレの用を足し終わってよし出ようと思ったらパチンって消した状態で出ていって、次入ったら真っ暗やなっていうのがあったりするので、もうこれはちょっと慣れるまでに若干時間はかかったんですけど、まあ、実際使ってみてやっぱ良かったかなというふうに思います。まあ、ただですね、一点ちょっと注意しやなあかんのが、この人感センサーのライトって普通に電球クルクルって取ってクルクルってつけるだけでもう設置が終わるのでめちゃくちゃ簡単なんですけど、僕はちょっと抜けてるので、そのクルクルってやるところの球の大きさ見てなくて、ソケットというかなんかあるじゃないですか、あれがほんまは26なんですね。我が家は26っていう大きさなんですけど、間違って17の買ってるから全然ガバガバで回しも回しも落ちてくるんですよ。なんやろうなと思ったら、ソケットちゃうやんと思って、ソケットの変換みたいなやつがあるので、そんなん別にコーナーとかで200円とかであるので、それを入れて今は無事ついてるということなんですが、まあ購入されるときはその金口というか、そこのちょっと大きさだけ見てもらった方がいいかなというふうに思います。では次は第7位というのはですね、
こちらのアークテリクスのスコーミッシュフーディーというジャケットになってます。最近とかですね、梅雨真っ盛りなんですけども、その時とかでも若干小雨が降ってたりとか、ちょっと肌寒い時とかってあると思うんですけど、だいたいそういう時は僕これ着てるんですよね。でこれ着て例えば散歩したりとか、これ着てコンビニ行ったりとかっていう感じで、近所ちょっとうろうろする時とかはもうこれを絶対着てるっていう感じになってて、それ以外にでもちょっと雨降ってきそうやけど今降ってへんなっていう時なんかはこれも収納できるので、もうこの中にぐるぐるって収納して、ちっちゃくしてカバンの中にポイント入れてどっか出かけたりとかもするので、あんまりこのゴリゴリの私服では着ないんですけど、ちょっとその辺出かける時とかにめちゃくちゃ重宝するので、やっぱりこれはあってよかったかなというふうに思います。で色も黒なんで、もうどんなズボン履いてても合うし、何も考えずにさっと羽織れば問題ないっていうかいい感じになってるので、これも良かったかなというふうに思いますので、先ほど言った第9位のアロー22っていうリュックもアークテリクスだったんですけど、もう本当にこのカバン背負ってこのジャケット着てるっていう時が結構あったりするので、実際使ってみて良かったジャケットやなというふうに思います。僕の体感としてはですね、小雨って言ってもパラパラ降ってるぐらいの小雨ってあると思うんですけど、ああいうのやったらもう全く濡れないので、これパッて着とったらしっかり弾いてくれるし、でなおかつ風も通さへんから寒くないし、で持ち運びもできるしっていうことなんで、これは今現時点で使ってるジャケットの中で一番使用頻度が高いですね。はい、ということになってて、一つちょっと言い忘れてたんですけど、僕このランキングつけてるんですけど、ランキングはですね今の気分でつけてるので、これは来月になったら変わるかもしれへんし、年末買ってよかったものを2020年バージョンで出すつもりなんですけど、その頃には大幅に順位が変わってるってことはもちろんあると思うので、今の気分ではこれがランキングということになってますので、次第6位に行きたいなと思います。では次第6位というのはですね、こちらのホカオネオネのゴアテックスのスニーカーになります。正式名称はチャレンジャーローなんとかゴアテックスなんとかみたいな感じの名前だったんですけど、これは先ほど言ったみたいにゴアテックスになってるので、もう全く水も濡れへんし、でさらに履いてても楽。もともとその山道とかを走ったりとかする用として作られてるので、めちゃくちゃクッション性もいいし、履いてて疲れないので、もうこれ確か27,500円ぐらいしたと思うんですけど、値段高いは高いんですけど、そらいろんなセレクトショップで取り扱うわなっていうぐらい納得の一足やったというか、それこそ結構上半期ってサンダルとか靴とかは買ったりしてるんですけど、その中でもこれはちょっとびっくりしたなっていう感じになってるので、これは買ってよかったかなというふうに思います。ちょっとこれからの時期、夏場とかになってきたら僕サンダル履くことが多いので、ちょっと使用回数は減るかもしれないんですけど、また秋口とか、冬はもちろんそうですけど、夏でもちょっと雨降ったりとかしたらこういうの履けると思いますので、よかったかなと思いますし、ちょっと注意点とかなんかあるかなって考えたんですけど、これに関しても特に注意点とかデメリットとかはなかったかなというふうに思います。では次第5位というのがですね、ベッドのマットレスグーグースリープになります。これはですね、設置するのにかなり時間っていうか、かなり労力使って、動画に出してるので見てもらった方もいらっしゃると思うんですけど、めちゃくちゃ大変でいろいろやったんですけど、これは設置してみてよかったかなというふうに思ってて、やっぱり一日疲れた後に夜にこうパッてベッド行った時のこのふわふわ感というか、包まれてる感っていうのがパッて寝転んだ瞬間に幸せって感じるので、これはほんまにあってよかったかなというふうに思います。でマットレスって結構その人によって個人差があったりすると思うんですけども、僕も嫁も結構気に入ってて、今のところは不満はないんですけども、ただ一点ですね、ちょっと気になってるところがあって、何かっていうと、マットレスをですね処分するのが業者に頼まないといけないんですよね。それが結構面倒くさかったんで、その手間がなかったら毎日使っててめっちゃ満足してるからもうちょっと順位は上がってくるんですけど、処分するのが結構業者探したりとか何やしたりとかっていうのが結構大変やったんで、大変な記憶を差し引くとやっぱり5位かなという感じではなっております。で次がですね第4位というのはですね、ヒノキの木材を使った PC デスクというところになってます。これはですね完全に DIY というか、オーダーというか、かっこよく言ったオーダーなんですけど、DIY で作ったアイテムになってて、これは僕が買ったわけじゃなくて、弟にプレゼントしてもらったんですけど、僕から要望を出してこれ作ってって言ったんで、買ったようなもんというか、でもプレゼントしてもらってるんですけど、これに関してはですね、インターネットで木材を切ってるというか、通販してるオーダーでサイズごとやってくれる木材屋さんっていうのがあって、そこに自分が欲しいサイズ、横は何センチ、奥行き何センチ、幅何センチみたいなのをオーダーしたらそれが送ってきてくれるというようなサイトがあるので、それは動画説明欄に貼ってるんですけど、今回そこを利用させてもらって購入したっていうことになってて、足に関しては
机の足に関してはアマゾンでもともとこれ欲しいなと思ってるやつがあったんでそれを購入してもらって引っ付けてもらったという感じになってるので、まあ、一応 DIY って言っても足を引っ付けるだけなんでインパクトのドリルがあったらもう4箇所ビッビッビッって足はめちゃえば完成するという感じにはなってるんですけども、まあ、そういった机になっててちょっとこだわった部分っていうのが木材の質をちょっとこだわったんですけど、まあ、普段とか普通の木材って言ったらやっぱ杉とかがイメージしやすいかなと思うんですけど、まあ、ここはあえてヒノキをちょっとチョイスしたっていうのが僕の個人的なこだわりになってて、まあ、ヒノキって世界中でも日本と台湾でしか取れない木材になってるので、まあ、香りもいいですし、でなおかつこうパソコンとかガーってやってて疲れてくるじゃないですか。でその時にこう何気なくふわって匂ってくるヒノキの香りがあ癒されるなと思ったりするので、まあ、このデスクはめちゃくちゃ気に入ってますので、まあ、毎日使いたくなるようなというか毎日こうパソコンに向かいたくなるようなデスクを作ってもらえたなというところで大満足しているので第4位ということになっております。で次第3位というのがですねこちらの植物たちになってます。いつの時かちょっとわからないんですけどずっとこの動画のですねこれ今左下になってるのかな左下の方にずっと映ってはいてるんですが、まあ、気づかれた方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあ、これは嫁の趣味で買った植物になってるんですけどトキワシノブっていう植物とあとアスパラガスナナスかなんかっていう名前になってるんですけど、まあ、これ今まで我が家ってこっちの僕の後ろに映ってるモンステラっていう植物一つしかなかったんですけどちょっと今年は部屋をちゃんと植物を多く取り入れていこうということで、まあ、見た目も綺麗になるしあとまあなんかそういう二酸化炭素とかも吸ってくれて空気も綺麗になるみたいな感じになってるので、まあ、細かいことはわからないんですけど、まあ、見た目がちょっとおしゃれな感じするじゃないですかだからまあ取り入れてるんですけどうちはですねちょっと和のテイストというか洋じゃなくて和のテイストのものが多いっていうか、まあ、嫁がそれが好きなんでそういうのをあえて買うようにしてるんですけど、まあ、この辺なんかはこう何気ないんですけどパッて見た時に植物とかあったりしたらなんかこう癒されるまでいかんけどなんかちょっと雰囲気違うなと思ったりしたんでこれは買ってよかったもの何があるって嫁に聞いた時に真っ先に植物って聞いて言われたんで、まあ、じゃあ第3位かなと思って第3位に入れたという感じになっております。まあ、それ以外にもですね 1,2,3,4,5 5種類ぐらい今は植物あってですね僕のセカンドチャンネル見ていただいている方はセカンドチャンネルのデスクの方にも嫁からプレゼントしてもらった植物があったりとかするので、まあ、ちょっとずつ今増えてきてまたさらにもうちょっと増えてはいくと思うんですけど、まあ、この辺は良かったかなというふうに思います。で次第2位というのがですねリカバリーサンダルというところになってます。まあ、リカバリーサンダルって今現時点でも履いてるんですけど、まあ、こういったサンダルになっててめちゃくちゃふわふわなんですよね。でふわふわになってて、まあ、これは我が家は本当に部屋用として使ってはいてるんですけどもそれまで以前まで履いてたスリッパってユニクロのスリッパ履いててそれも全然申し分なかったんですけどこれに変えてから足が疲れないんですよね。なので一番最初にホカオネオネのリカバリーサンダルを買ったんですがそれはもう嫁に取られちゃったんでウーホスっていうこのブランドのリカバリースタンダルを買って僕はこれを履いてるんですけどもどっちがいいかって言われたら別にどっちもいいと思うのでどっちがいいって言われたらわからないんですけど、まあ、とにかくリカバリーサンダルがあってよかったっていうのは夫婦とも言ってるので、まあ、これは良かったかなと思います。まあ、部屋でそんなサンダルいらんでっていう方もいらっしゃると思うんですけど一回履いてもらってわかると思うんですけどあめっちゃ楽やなと思いますしその疲れたなっていう感覚が多分結構遠い昔の記憶になるぐらい履いてて満足感があるというか、まあ、流行ってる理由がわかるというか、まあ、そんな感じのサンダルになってるので、まあ、これは良かったかなというふうに思います。で次がですね栄光の第1位というところなんですけどその第1位に行く前にちょっと殿堂入りしたやつが2つあるので、まあ、お話ししていくんですけど僕はずっと動画とかではですねいろいろ言ってたりするので第1位これやろうと思われてる方もいらっしゃったと思うので、まあ、そういうのはちょっと殿堂入りの方にしちゃって殿堂入りが2つあってそれをまあ紹介していくんですけど殿堂入りまず1つ目っていうのがもうそらこれやでっていう感じなんですけど MacBook Pro 16インチということになっててこれはこの上半期に買った買い物の中でも一番大きい買い物やったんですけどこれがあることによって僕のパソコンの編集時間っていうのがめちゃくちゃ短くなって今まで週1回の休みやったんですけどこれを導入してからですね週2か週3ぐらいは休みが取れるようになったぐらい編集スピードが速くてで書き出しも早いので待たされないのでもうこれがないとちょっと今は厳しいかなと思えるぐらい、まあ、買ってよかったかなというふうに思いますのでこれは殿堂入りの一つ目になってます。で殿堂入り2つ目っていうのがちょっとパンツ一瞬だけ脱いでくれへん？こちらのパタゴニアのバギーズショーツということになってます。まあ僕の動画をよく見ていただいている方はやっぱりなと思うと思うんですけど、まあ、これは一応殿堂入りということにしててさっきまで嫁が履いてたのにちょっと生温かい感じはするので、まあ、詳細に関しては他でいっぱい喋ってるので、まあ、割愛したいなと思います。これが殿堂入りの2つ目ということになっております。ありがとう。
ではですね、2020年上半期買ってよかったもの第1位というのはですね、こちらのアークテリクスのマカ2になっております。これはですね、僕が動画で紹介してから購入された方もめちゃくちゃ多いみたいで、多分買った方やったら分かると思うんですけど、これ本当に欠点がないんですよね。で、我が家ではですね、一応これは僕用じゃなくて嫁が使ってて、普段はずっと嫁が使ってるんですけど、例えば嫁が仕事行ってたりとかして日中これが家にあったりとかするじゃないですか。そしたら僕は普段は違うボディバッグを使ってるんですけど、嫁がおらんにやったらじゃあこれ使おうと思ってこっちを使うぐらい、まあ、人気というか取り合いまでいかないんですけど、とにかくこれが空いてるんやったらこれ使うでしょっていうぐらい使い勝手のいいバッグになってるので、これは本当に買ってよかったかなというふうには思います。正直これ最初買った時そんな期待しなくて、あ、なんかこれスマホちょっと後ろに入れるから便利そうやんぐらいで買ったんですけど、まあ、大きさといい、まあ、形、この四角っぽい形といい、このスマホだけ外に入れれるといい、まあ、これは便利やったかなと。あと、まあ女性の方とかやったらこの中の仕分けがいっぱいできるので、今ちょっとティッシュとか入っちゃってるんですけど、仕分けができるので、僕らみたいに夫婦でも使えるっていうぐらい、男性女性関係ないし年齢もあんま関係なく使えるようなカバンになってるので、まあ、これは本当に皆さんにもおすすめできるし、僕ら自身も買ってよかったかなというところで第1位というところになっております。はい、ということでですね、まあ、今年の上半期はですね、まあ、カメラであったり照明であったり、まあ、ジャケットであったり、もうパタゴニアのスウェーツ、モンベル、アークテリクスがいっぱい買っていて、まあ、サンダルとか靴とかも買っていったりしたんですけど、まあ、その中でも今パッていいもの何って言われた時にこの9つがパパパッと出てくるような感じになったんで、まあ、ご紹介してみたということになってます。まあ、詳しい説明とかはですね、購入レビューの時の動画がありますので、まあ、それは動画説明欄に下にリンク貼ってますので、まあ、そこから見ていただければいいかなというふうには思います。はい、ということになってますので、本日はですね、2020年上半期買ってよかったものベスト10ではなくて9を紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。